夏におすすめの乳液性レジン液を使っていこうと思います。乳液性レジン液はいつも使っている一液性のレジン液とは硬化の仕方が変わります。一液性レジン液は紫外線の光を照射することによって硬化します。乳液性のレジン液は2つの液体を混ぜ合わせることによって硬化させます。なぜ乳液性のレジン液が夏に作るのがおすすめなのかというと、乳液性のレジン液は温度が高い方が硬化が早くなります。硬化が早いという以外にも、夏場の方が乳液性レジン液は失敗が少なくなります。具体的に説明すると、冬場に作ると失敗してベタつきが残りやすくなります。今回使用するレジンの中身はこんな感じです。レジン液の A 剤と B 剤、スポイトが2本、計量カップが2つ、ノズルが2つ、マドラーが4つに指サックが2つ、それから手袋もついていました。せっかくなのでこちらの手袋使っていこうと思います。この手袋やや匂いがするので、匂いが気になる人は別の手袋を用意してください。あとキットに入っていなかったのですが、紙コップがあるととっても便利です。 A 剤と B 剤のキャップをノズルに付け替えます。このキャップは捨ててしまっても大丈夫です。ちなみに乳液性レジン液には、乳液性レジン液を混ぜ合わせるとき、重さで測るものと体積で測るものがあります。今回のレジン液は体積で測る乳液性のレジン液です。 B 剤の方には内蓋がついていました。レジン液は基本的に B 剤が硬化剤になっています。硬化剤は A 剤に比べると強い薬品なので、扱いには注意しましょう。A 剤と B 剤は混ぜ合わせなければ硬化しません。こちらのレジン液は混ぜ合わせると30分ほどで硬化が始まります。つまり作業時間は30分になります。乳液性レジン液を重さで測る場合はこのような計量計が必要となりますが、今回のレジン液は体積で測るレジン液なので、付属のコップのみで事足ります。付属のコップにマッキーなどのサインペンで A を書きましょう。もう一つの計量カップには B を書きます。こちらが A 剤用のカップで、こちらを B 剤用のカップにします。同じカップを使って体積を測ってしまうと、カップの中で2つの液が混ざり合ってしまい、カップの中で硬化が始まり、再利用することができなくなります。分けて使えば
ティッシュなどで拭けば再利用することができます。水平な机の上に置いた計量カップにまずは A タイプのレジン液を注いでいきます。この時点ではまだ硬化が始まらないのでゆっくり作業して大丈夫です。混ぜ合わせたら30分しか時間がありません。封入したいものなどを用意して手際よく作業をしていきます。二液性レジン液を使う時のポイントは量を多く作った方が失敗しにくいです。A 剤と B 剤同じ量のレジン液を用意することができたら紙コップの中に入れてマドラーで混ぜ合わせます。混ぜ合わせると硬化が始まってくるので手早く作業していきましょう。紙コップを2つ用意しているのは2色のカラーを作ろうと思っているからです。もっとたくさんの色が作りたい場合は、作りたい色の分だけ紙コップを用意します。A 剤と B 剤を混ぜ合わせていくのですが、2つの液を混ぜ合わせるときは、複数のカラーを作りたい場合であっても、複数のコップに分けるのではなく、一つのコップで混ぜ合わせていきます。なるべく計量カップの中にあるレジン液はすべて入れます。この時、計量カップに残っている量が2つの液で違いがあると測った意味がなくなってしまうので注意してください。2つの液を紙コップに入れることができたら、マドラーで混ぜ合わせていきます。この混ぜ合わせる作業が硬化に一番影響してきます。二液性レジン液をきちんと硬化させるポイントは2つあって、1つ目が2つのタイプのレジン液を説明書通りの量で混ぜ合わせることです。2つ目のポイントはしっかりと混ぜ合わせることです。この混ぜ合わせるのが甘いと硬化が遅くなったりベタつきが残る原因になります。まずは3分から5分程度無心でひたすらに混ぜ合わせます。ある程度混ぜ合わせることができたらカップの側面を
えぐるようにして混ぜ合わせます。このカップの側面はレジン液が混ざり合いにくいです。しっかりとえぐるように混ぜてあげます。側面と同様に底もレジン液が混ざり合いにくいのでえぐるように混ぜ合わせます。側面と底をえぐることができたらまたひたすら混ぜ合わせます。よく乳液性レジン液を初めて使用して失敗してしまったという相談をいただくのですが、とにかくひたすら混ぜてくださいとアドバイスさせていただいたのですが、そしたらうまくいきましたというお声をいただけました。2色作りたいので紙コップを用意して半分程度こちらの紙コップに移します。ラメやホログラムなどの封入物はこの時点で入れてしまうと沈殿してしまいます。ラメやホログラムを入れたい場合は硬化が始まる30分くらいしてから封入しましょう。宝石の雫シアンで着色していきます。2液性レジンは1液性レジンと違い、不透明にしてもきちんと硬化してくれるので着色料はたっぷり入れても大丈夫です。モールドの中にレジン液を注いでいきます。気泡が浮いてきたら爪楊枝で潰します。
二液性レジン液を作るときは大きめのシリコンモールドを使うことが多いと思うのですが、大きいシリコンモールドだからといって紙コップから直接注ごうと思うと失敗しやすいので、慣れるうちまでは面倒でも少量ずつ足していってあげます。レジン液はこぼれると掃除が面倒くさいので、一見ちょっとずつレジン液を注いでいくのは非効率に見えますが、レジン液をこぼしてしまって片付ける手間を考えたら少量ずつやった方が効率的だったりします。このレジン液、硬化がすっごい早いです。もう硬化が始まってきたので、よいしょ。もう硬化が始まってきました。シャカシャカの封入物を入れる面は、レジン液を弾きやすいです。レジン液の量が少ないと、この時点でレジン液を弾いてしまっていることがあります。きちんとレジン液を流し込みたいところ、全面にレジン液が行き渡っているか確認します。今回使った二液性レジン液、今まで使った中で一番効果が早いです。封入物を封入することができたら、上にホコリよけのカバーをかけて硬化するまで放置します。で、硬化するときに一番大事なポイントは、硬化している部屋に絶対に立ち入らないことです。レジンは硬化するときにガスが発生します。そのガスを吸い続けると気分が悪くなります。硬化している部屋にいると体調が悪くなります。お子さんやペットは体が小さい分影響を受けやすいです。なので子供やペットがいる人は特に注意して硬化する場所を選んでください。もし部屋で保管することができない方は、ベランダやお風呂場でも保管することはできます。とにかく絶対に硬化しているレジン液と同じ部屋にはいないようにしましょう。また、硬化し終わった後はきちんと換気をしましょう。レジンを固め始めてから2日が経ちました。
完璧に硬化しています。時間がなかったため2日間も放置してしまったのですが、6時間後くらいに触った時すでに硬化していました。仕上がりですが、表面を見ていただけるとわかるのですが、硬化が早かったので表面に気泡が割れた跡がかなり見受けられます。レジンをモールドから外すときは一液性のレジン液と同じようにモールドとレジンの間にレジンクリーナーを染み込ませます。大きいモールドなので一滴だけだとレジンクリーナーが足りないと思います。3、4滴くらい垂らして全体になじませてからポコンと抜きます。どんどん抜いていきます。私はレジンの型を抜くのに2日程度放置してしまったのですが、シリコンモールドにレジンをついたまま放置しておくとモールドの劣化が早くなってしまうので、できれば硬化したらすぐに型外しをしましょう。で、型から外すときにまだ完全に硬化していなくてレジンが曲がってしまうというときは、型から外した後平らなところに乗せてください。で、できればプッキングシートみたいなものをかぶせて上から重しを乗せてください。そうすることで平らに仕上げることができます。よいしょ。型から外すことができたら、レジンについたクリーナーをティッシュで拭いていきます。こっちの下の4つはシャカシャカです。中に封入物を入れてフィルムを貼って仕上げます。シャカシャカを初めて作るときはハーバリウムオイルを入れないで作る方法がおすすめです。ハーバリウムを入れると液を漏れないように作るのが少しコツがいります。フィルムの貼り付けが甘かったりすると、ハーバリウムが隙間から漏れてきてしまいます。慣れるまではハーバリウムを使用しない方法をおすすめします。で、ハーバリウムを入れないシャカシャカを作る注意ポイントは、ラメなどの細かい封入物を入れないことです。ホログラムやこのようなメタルパーツといった少し大きめで指で簡単につまむことのできるものを封入すると、シャカシャカした時に可愛く揺れてくれます。シ
シャカシャカを制作する動画は YouTube 上にもたくさんあります。ですが、いろんな YouTube の動画を見てもうまく作れないというあなたのために、簡単で失敗のしにくいシャカシャカの作り方を動画化しました。失敗しにくいシャカシャカの作り方の動画はストアーズの方で公開しています。また1週間だけですが、 YouTube のすべてのメンバーさんが見れるように設定しておきます。私も過去にシャカシャカの動画は出していますし、他にもたくさんの方がシャカシャカの作り方の動画を出しています。もしそちらを見てもどうしてもうまくいかないという方は検討してみてください。